になります。それで今こちらのブースでもご説明してますけど、ウーボはどこにいるのかというとですね、あの軍港巡り、実は皆さんあの今年は2月はですね、市民割っていうのをやってますから、軍港巡りは1400円のところが700円で乗りますので、ぜひとも、私そこ知らないの回し物じゃないですけど、ぜひともあの見てない方はご覧になってください。でもまあ船からよく見えるんですけども、ベルギー公園の端っこからもですね、やっぱり大きな船ですから頭だけが見えます。でここからはですね、だいたい1300メーターぐらいの距離ですね。ですからもしあの原子炉が何か事故があったら、非常に甚大な事故があるようなところに住んでいます。私は中央駅のすぐそばに住んでますけど、だいたい位置関係としてはモタロンとの間が1300メーターぐらいの距離になっています。で実はあの空母はいるのは分かってるんですけど、よくいついるのかっていうことを聞かれるんですけども、実はですね、渡り鳥のようにだいたい空母の運用っていうのは決まっています。冬の間は横須賀にいて、ここは作戦行動を夏の間して、夏にですね、兵隊さんの休暇のために1ヶ月ぐらいいます。それでまた出て行って戻る。ですから冬の間は渡り鳥のようにここにいるようになります。でここの4ヶ月か5ヶ月ぐらいの間に何をやってるかというとですね、原子力空母っていうのはとても大きな船ですから、333メーターもあるので、いろいろやっぱり航海をする間に修理が必要、いろいろ仕上げてくるんですね。そのためのメインテナンスをここでやってます。この中には横須賀の従業員、SRF の人たちやですね、米軍から、派遣された600人ぐらいの原子力関係の人たちが集まってやってます。で空母というのはいつからいるのかというとですね、ちょっと歴史を書きましたけども、今からもう、40何年前ですか、1973年、私がなんと高校3年の時、奥多摩高校だったんですけども、行きまして、そこに行きまして、そこから今、ずいぶん経って、今の空母はですね、5代目になってます、5代目の、空母になってます。それで私は横須賀にずっと住んでますから、あなた原子力空母について問題だって言ってるけれども、何が問題なのと、お前のところでは、横須賀は米軍がいるためにいろいろお金もらっても潤ってるんじゃないかということもありますし、もう一つは放射能が大変なんだろうということを言われますが、それ両方とも嘘です。で一つはですね、横須賀の財政っていうのは1550億円あるんですけども、そのためにもらっている基地交付金は22億円です。ですから当初予算に関して 1.5% ですから、原子力発電所が立地している町のようにですね、それでもそれだけで財政が成り立っているという形じゃなくて、十分自立している町です。もう一つはですね、この空母は大きな船で、全長333メーター、東京タワーと同じなんですけれども、今私たちのブースの向かいにいらっしゃる自衛隊の家族の会談の方から伺ったんですけれども、昔のヤマトっていうのは260メーターぐらいあったんですよ。ですからそれに比べるともう少し大きい形になっています。でもう一つの嘘なんですけれども、横須賀における原子力空母は、この空母が原子力型になってから圧倒的に停泊日数が増えました。昔から原子力潜水艦っていうのは、それこそ私が中学の時からいるんですけど、それに比べてやっぱりどん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 多くなっています。それでこの原子力艦船が入ってくることに関して、日本の船は何をやってるかというと、モニタリングポストというのを、文部科学省が作りまして、それは毎日毎日定期的に検査しています。でここから、見えるところとしてはですね、総合福祉会館、ベースの隣にある総合福祉会館、昔の東京靴下があったところなんですけども、そこではちゃんとこのモニタリングの数値が見えるような形で、出ています。ですから何かの時にご覧になっていただければいいと思います。ただもう一つちょっと問題があるのはですね、ここの楠ヶ浦港のところのモニタリングポストが約1年以上にわたって修理中になってます。
実はあのそこからですね、そこがちょっと壊れてしまいまして、今横須賀市の方が毎日あのバケツで水を汲んでそれを検査しているという状態で、なんで早く直さないのかということを横須賀市に問い合わせたところ、やっぱり米軍の施設なんでその修理をするのに非常に手続きが必要だということを言われました。ちょっとそのあたりやはり日本の、中では解決できない問題かなと思います。もう一つ の横須賀はですね、原子力感染が多いからとても放射能が高いんじゃないかということについては全くの嘘でして、幸いなところ、空母が入ってから11年間全く異常はありません。ただですね、問題は2008年の3月11日福島の原発の時にはですね、急にやはり福島から飛んできた放射能でこのような高くなりまして、こういったところはもうこのグラフから飛び出るぐらいになっちゃいまして、当時の船の、ジョージ・ワシントンはですね、このまま横須賀にいると放射能汚染が怖いということでとっとと出て行ってしまいました。で、原子力感染の避難範囲っていうのは、いくつかありまして、実はですね、横須賀は原子力感染の事故があったら、3キロのところまではいろいろな影響があるというふうに日本では言われています。ところが一方では原子力発電所の場合というのは30キロなんですよね。だからこのアメリカの原子炉の場合がなぜこのように違うのかというところは非常に謎であります。で、もう一つの問題はですね、原子力感染がいるときにはやはりいろいろな事故も想定されますから、いろんな安全対策というのは万全にしなきゃいけないと思うんですが、ここは大きく違う点です。アメリカ軍はですね、ともかく事故が起きても市街地には及ばないから、ベースの中でかけて大丈夫だ、ですから市民は心配しなくていいよということを言っています。ところが日本の政府の場合はやはり事故の場合は3キロとはいえ市街地にも及ぶというこの2つの基準がありまして、今市の主催の、防災訓練と米軍と日本政府がやる防災訓練と2種類ありまして、二重基準になっています。ですから米軍参加の、防災訓練の場合は横須賀市民が参加できなくなっています。ちょっとその辺が非常に矛盾があると思います。で、今年はですね、去年は10年目になりましたけども、こんなことがあったかというと、こんなことがありました。ちょっと写真でお見せしますね。で、まずはですね、おととしは覚えてらっしゃるかもしれませんけども、アメリカのですね、イージス艦の事故が大変増加しまして、大変気の毒なことにアメリカの兵隊さんと関係ですね、17名亡くなりました。非常に悲しい事故だったと思います。そういった中で空母が入ってきました。でもう一つは原子力空母はさっき言いましたように、冬の間は修理をしますから、冬の間修理したために出てくるこういう放射性廃棄物を4月に1回出します。これは4月26日に排出した様子です。これは、原子力潜水艦が日本に来た時に、日本に入ってもいいけれども、その間は放射能に汚染されたものは一切日本の港には出さないと言われていたのが、空母が入ってからどんどん守れなくなっています。これの辺は今日米欧米の中でも約束違反だと思います。もう一つはですね、実は去年は大きな台風がたくさん来まして、先ほど言いました夏の休暇の間に 2,3 度こういうふうに空母が出入りを繰り返しました。ですからその前の事故があったように、やはり感染というのは非常に自然災害には弱いということがよく分かると思います。で、夏の間はですね、やはり原子炉を止めないでここにこういうような即応体制が取れるようになっているんじゃないかということがよく分かります。あともう一つはですね、横須賀特有の問題としましては、お分かりのように中央公園とか見ても分かるように非常に
あの東京湾の浦賀水道っていうのは狭いですから、狭いだからこう風土が出入りしているところです。でこれは観音崎の先の多々良浜から見てるところですが、まあ、こういう海水浴をしているところ向こうに風土が出るというような形で非常に密接な、ところにあります。横須賀港に入る場合はここからこういう風に曲がって入りますから、そこで狭い水路を横切るわけです。ですからこれはアメリカとか他のところにある基地とは違う特有の問題だと思います。もう30年ぐらい前になりましたけど、潜水艦の流し用と釣り船がぶつかってたくさんの方30人の方が亡くなったのはこういったところは非常に危ないところを横切っているということです。でここからはちょっと違うんですけど、もう2つ問題がありまして、この人は小泉純一郎さんと言いまして、まだ忘れてない元の首相なんですけど、この方はいろいろ政治的には私はあんまり賛同できないところがあるんですけども、まあ、一方でやっぱり311の後、先ほどやっぱり原子力発電所っていうのの危険性を訴えてられる方がとても満足してるんですけども、この方が書いた友達作戦と涙の基金っていうのがありまして、実はですね、原子力艦船の今あるドナルド・レーガンがですね、福島原発の時に友達作戦という形で三陸の支援のところに駆けつけてくれたんですけども、その中でたくさんの兵隊が今原告が400人ぐらいいるんですけども、その方たちが今東京電力を原告国として訴えを起こしています。で今さっき小泉さんがやったのはですね、この人たちを助けるために基金を作ってやって、この問題をずっと訴え続けているところなんですけども、今年の5月ぐらいをとして今裁判が始まっています。これに関してもいろいろ本が出ております。これについてもやはり指名同盟の中でせっかく駆けつけてくれた人たちがですね、これについて全く日本政府からもアメリカ軍からも見放されているということについては、私たちはやっぱり同じ住民として見逃してはいけない問題だと思います。でもう一つ、軍港巡りとネイビーバーガーとなります。軍港巡りはですね、さっき言いましたように今半額の700円で乗れますから、ぜひともお試しいただきますし、横須賀のネイビーバーガー、これあんまり企画自体は好きじゃないんですけど、悔しいことが結構美味しいんで召し上がってください。これは市民割はないかもしれません。でこの2つはですね、やっぱりアメリカの原子力艦船が来た時に初めてこれの企画を横須賀市に米軍が提案をして成し遂げたものです。ですから、いわゆるソフトパワーというか、非常にある意味での怪獣策というかね、そういったものを一つ成し遂げられたものだと思います。でもう一つの問題は、今海上自衛隊の出雲というのがありまして、ちょうど JR の横須賀駅に全日空の向こうから見えると思いますけど、これもちょうどこれが長さ248メーターあります。でこれについては私は別にその空母という形で4号を呼ぶべきだと思うんですけども、今着々と改修工事が始まっています。これができた時には私公開の日に乗せてもらいましたけれども、あの時に言ってたのはやっぱり甲板が非常に弱いので、そのまではジェット機は飛べないって言ってましたけど、出雲に関しては今 F35 っていう垂直離着陸ができるジェット機を乗せるという計画でやってます。で私は非常に懸念しているのはですね、これを空母化しても構わないと思うんですけども、相手が中国だとした場合には際限なく中国と日本でその軍事競争をやってもとても勝てるわけはならないので、やっぱりどこかで歯止めが必要であるということと、海上自衛隊や陸上自衛隊の皆さんの非常に通常任務がある中で、これはトップダウンでそういうことが決まっていっているわけですね。ですからそういった非常な圧力というのが現場サイドで起こっているんじゃないかということも懸念しています。この船の利用者はなかなか私も実は軍事オタクの祖父にもありますので結構かっこいいなと思ってるんですけども、やっぱりこの中でこの見える風景の中で何が行われているかと
ていうことについてはよく考えなきゃいけないかなと思ってます。でもう一つはですね、よく言われるのは、あなたはその軍のことばっかり言ってるけど、じゃあ横須賀は軍がなかったら、どういうことなの、もっと何かを見たらいいんじゃないの、何かもっと新しい情報はないのかっていうことを言われます。でもう一つはですね、やっぱりちょっとこのことをお伝えしたいと思うんですけども、まあ、軍港巡りやネイビーバーガーを見た後はもう一つここにも足を運んでもらいたいと思ってます。これはあんまり国民は宣伝もしませんけれども、まあ、戦国戦員第二次世界大戦の時に徴用されて亡くなった戦員たちが眠っているところです。これは観音崎の上にあります。でこれ一番近い話ではですね、天皇も毎年いらっしゃってますから、平成31年の1月、まあ、天皇陛下が最後のセットしていらっしゃってます。まあ、読売新聞で出たので、まあ、楽しみだと思うんですけども、やっぱり何せ6万人の方が、民間の人が徴用されて、汚染やいろんな貨物船で送り出されて亡くなってますから、こういったことは決して起こしてはならないことだと思います。やはりその横須賀のもう一つの平和のシンボルとしてはこれがあるんじゃないかなと思います。でさっき言いましたように、私の母親は今生きてたら95ぐらいで、もうずいぶん前に亡くなっちゃいましたけども、よく言ってたのはですね、海軍の町にいて、あの人たちも、うちの母親も結構あの頃ベースとは言いませんけど、軍に入って浸水士とか言ってたらしいんですけども、だから気がついたらですね、あっという間に戦争になってたっていうことはよく聞きます。ですから、まあ、平成今年最後になりますけれども、まあ、戦争っていうのはやっぱり忘れた頃にやってきますから、私たち横須賀で住んでる人間が見る風景の中でどういったものが今起こっているかということをよくちゃんと見ていきたいと思います。実は軍港巡りっていうのはですね、とてもいい監視装置っていうかゴッチャなんですよね。要するに皆さんご存知のように、横須賀の JR の駅からベースのところまでは昔は大きな塀で囲われて向こうが見れませんでしたし、横須賀線は入ってくるときに全部鎧戸を下げて見れないようにしたというのは横須賀の人がよく聞いてました。ですからそういった今常にこの軍港巡りっていう形で私たちが常に見れる状態っていうのはとてもいい状態でもあると思うんです。ですからここは非常に関心を持っていただいて、例えば軍港巡りが1ヶ月ちょっと やめるとかですね、そういったことがあったら何かおかしなことが起こってるっていうことも少し気がついた方がいいと思いますから、軍港巡りっていうのはたまに乗ってみて何が起こってるかっていうのを、私たちの目線で見るっていうことも大事だと思います。まあ、いろいろありましたけれども、まあ、今2つですね、やっぱりこの友達作戦の兵隊の裁判っていうのが5月から行われますけど、この、本を漂流する友達っていういい本がありまして、今封じて販売して、ちょっと買ったらないんですが1300円です。もう一つは原子力空母が来てから10年の DVD っていうのをブースで500円で販売していますので、もしご興味があればぜひともご覧になっていただきたいと思います。空母の問題とかベースの問題っていうのはなかなか面倒くさいからけど考えないです。私は住めるのは住みたいなと思ってますけど、まあ、ちょっと知ってしまった以上は皆さんと一緒にいろいろ監視とかですね行動していきたいと思いますから、皆さんにいろいろとこれから皆さんの目線で一緒に話をしていきたいと思います。ありがとうございます。